はい、というわけで今2024年1月去年のお盆休みの様子を動画にしようとしています。今から編集するところです。去年の夏こんなことしてたなとか思いを馳せながら最後までご覧ください。はい、まずお盆休み1日目、なにわの宮跡公園に行ってきました。ここは大阪城のすぐ近くで、市内からアクセスも良くて、いつ行ってもワンちゃんがたくさんいます。お盆休み前が結構バタバタしていて、ドッグランとかあまり連れて行くことができなかったので、まあウニもね嬉しそうにはしゃいでました。そして到着から5分後、信じられないぐらいの雨が降ってきました。遊べって言われたのにいきなり捕まえられて、ウニも唖然としております。さっき送り届けてくれた両親がすぐに戻ってきてくれて、飼い主も混乱しながら犬を片手に全力疾走。本当にいつも思うんですけど、天気予報を見ればいい散歩行くでって言ってハーネスつけて外出て雨降ってるっていうこともねしょっちゅうあるので、本当ウニには申し訳ない。完全に怒ってますまあ天気なんてどうしようもないので、この日は2人で家でのんびりテレビを見て過ごしました。はい、2日目か何かちょっと時系列は分かりませんが、この日は車でお出かけです。車に乗るとどこか楽しいところに行けるっていうのは分かっているので、めちゃくちゃにこやかです。早速看板犬のノアちゃんに礼儀をご指導いただいているんですが、こちらはドット D さんというワンちゃん OK のカフェです。店内を歩かせるときはおむつ着用しないといけないんですけど、この歩き方です奥にお洋服も販売しててめちゃめちゃ可愛いのが揃ってました。ワンちゃんのフードもすごい充実していて、この日はパフェをいただきました。奥はドッグランになっていて、プラス料金をちょっと払うとここで遊ばせることができました。何やってんの？そんなこんなで遊んでましたら、他のワンちゃん連れのお客様がやってきました。ボスチワのポテチくんっていうワンちゃんなんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。ボスチワって初めて聞いたんですけど、ボストンテリアとチワワのミックス犬です。で、見てもらったら分かるようにウニに引けを取らないこの元気さ、わんぱくさ、最高でした。ウニよりだいぶ小柄やなと思って、大丈夫かなって心配になって体重聞いたんですけど、 4.5 キロでウニよりちょっと重たかったんですよ。意外ですよね。ウニの方がだいぶ大きく見えます。顔が小さいって大切やなって思いました。ここのカフェが食べ物もそうですけど、どこで写真を撮っても映える可愛い感じなので、せっかくなのでポテチくんと写真撮影もしました。この真ん中にアンド置いたらどうですかとか店員さんが言っていただいて、もうさすが分かってらっしゃるって感じでした。
はい、次の日ですかね、やってきたのは室内ドッグランのグリーンフィールドです。この日はわんぱくやんちゃ元気でおなじみのナルトくんボルトくんと一緒に行ってきました。夏はどうしても暑いから、ね、お昼にドッグラン行ったりお昼に散歩行ったりできないので、室内ドッグランが本当に助かりますよね。ただ海はドッグランの時なんかめっちゃ吠えちゃうんですよね。室内やとより響くので、私はいつも落ち込んで帰ります。ドッグランの後は近くにあるカフェマイボールに行きました。これ違う時の写真なんですけど、ワンちゃん用のアサイーボールとか結構フードも充実していて、しかも映えるし、すごいお気に入りのカフェです。店内はワンちゃんも結構いて、隣のパピーちゃんとはなんか全然仲良くなってなかったです。最近ウニワンちゃんより人間の方が好きすぎてあまり友達を作ってくれません。人間が一生懸命この2匹を仲良くさせようとおやつまで使って頑張ったんですけど、見てくださいこの距離感。はい、というわけで次の日でしょうか、この日は車でちょっと遠くまでお出かけです。はい、到着したのは茨城市にあるファームフィールドです。もうすでに素敵な場所確定っていう感じなんですけど、この施設の中にめっちゃ大きい植物売ってるところとか、あといちご狩りができたりバーベキューができたりレストランもあって、でその奥にはねヤギがいたりして、なんかすっごいいろいろあります。この日はそのうちのドッグランを利用しに行ったんですけど、奥に進むとこんな感じのめっちゃ広大なドッグランが見えてきます。めちゃくちゃ自然が多くて、そしてとにかく広い。先にいたキャバリアさんにもしっかり挨拶をしてました。夏ってドッグランやっぱり厳しいんですけど、なんでここに行ったかって、この池があるんですよ。池ウニは全然プールとか好きな感じじゃないんですけど、遊んでほしいなと思ったし、これで暑さ対策もできるのでいいですよね。この日めっちゃ楽しかったんですけど、それはなんでかって、このキャバリアのご家族皆さんがすごいウニと一緒に遊んでくれて、お子さんたちがねすごいよくしてくれたんですよ。ウニがこのプールに入るように一緒に手伝ってくれました。男の子がボールを使ってこうウニを池に誘ってくれてるんですけど、なかなか入らなかったし、ウニの性格的にも自分から行くことないかなってちょっと思ってたんですけど、自ら入ってくれました。もう飼い主大感動もう赤ちゃんが初めて歩いたみたいな感動を覚えました。それももちろんなんですけど、男の子とこのウニのなんかひと夏の友情みたいなよくわかんないですけど、めっちゃ素敵ですよね。キャバリアのワンちゃんもあんまり水が好きじゃないんですかね。まあまあ強制的に入らされてたけどすぐ出てました。その後も体びっしゃびしゃのまま必死に走り回ってましたし、暑くなったらなのか池に自分で入ったり楽しそうに遊んでました。はい、というわけでめちゃくちゃしっかり遊び尽くして帰る時間です。
なんかもうすでに顔が疲れ切ってる気がします。受付のワゴンに蜂蜜レモンかき氷とかジンジャーかき氷っていうのがあって、それを買って人間も涼みながら帰りました。帰宅後は問答無用でシャンプーです。ウニももちろんしんどいと思うんですけど、鏡ながらワンちゃんのシャンプー、腰も痛いしめっちゃ疲れました。はい、ブローも終わりまして、なんか一回り大きくなった気がします。めっちゃ濃い一日になりました。お互いお疲れ様です。はい、またこれは次の日でしょうか。この日はサクッと夜に深北緑地のドッグランに行ってきました。ドッグランの中に木がたくさん生えてて自然豊かで結構広くてお気に入りのドッグランなんですけど、まあ、夜行ったらね、暗いから、自然あんま意味ないっていう感じでもうサクッと帰ってきました。はい、帰宅後はそうです、スーツケースで荷造りしております。私がお盆休みの後半に海外旅行を予定していまして、ウニちゃんは残念ながらお留守番です。いつもこういう旅行とか家を空けるときは幼稚園にウニをお泊まりで預けてるんですけども、毎日その日の様子を動画と LINE の文書で送ってくださいます。夜はケージでお泊まりじゃなくてフリーにしてくれていて、スタッフさんも一緒にそこで寝泊まりしてくれるっていうので、そういうところ少ないんじゃないかなって思うし、すごく気に入って利用させてもらってます。こんな感じでなかなか激しいお留守番をしていただいたみたいで楽しんでくれたと思います。スーツケースを持ったままお迎えに行ってきました。幼稚園は常に友達と一緒で本当にずっとはしゃいでるので、もう帰ったらいつもこんな感じでぐったりです。ウニも私も思いっきり遊んで最高の夏休みになりました。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるととっても嬉しいです。またお会いしましょう。